はい。2019年7月10日水曜日、渋谷にて、神フェス、ボリューム5が開催されました。アングリッドさんも、出演されました。出演されましたのは、こちら、5名の方になります。また、7月10日は、リオさんの誕生日でした。セットリストは、こちら5曲になります。こんばんは、私たちアングリッドです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ゆうかさんから自己紹介を。はい、3期生4年生のゆうかです。今日は1人で4年生でおばさんなんですけど、みんなに若いパワーをもらって頑張りたいと思います。よろしくお願いします。イエーイ。はい、5期生2年のルアンです。よろしくお願いします。ルアン。はい、5期生2年生のリオです。よろしくお願いします。誕生日おめでとう。はい、6期生1年生のモモカスです。よろしくお願いします。どうぞ。はい、6期生1年生のしおりです。よろしくお願いします。しおり。なんと今日はこの真ん中に立ってるリオリオが20歳の誕生日です。おめでとうございます。そんなリオリオにちょっとさっき私たちで誕生日プレゼントあ、でもそんな輝く目で見ない申し訳なくなってきちゃうから、ちょっとしおりちゃんからちょっと中身を見てみてほしい。おめでとう。おめでとうございます。おめでとう。リオリオがシニアレンとかで枝豆。そう、はい、私です。枝豆魚食べてるから、サバの味噌煮。私がサバの味噌煮買ってきた。さ、ホッケの塩焼き鮭の塩焼きそう、リュウリュウお魚好きだから大好き買ってきて。え、知らなかった。ありがとう。ゆかさんはなぜか枝豆をチョイス。なんかみんなから LINE で何買ったみたいなのが来たんだけど、もう魚の種類なくないって思って。確かに枝豆であの魚と合わせて食べてもらえると嬉しいです。ちょっと足が早いので早めに食べてください。食べます。え、ありがとう、知らなかった。そんなリオリオ20歳の抱負をお願いします。自分の目標としては大学でちゃんと単位を取って卒業したいんですけど、アングリッドとしては夏の決勝でいい順位を残せたらいいなと思います。ありがとうございます。今年もお願いします。夏にはちょっと、はい、じゃあね、そろそろ次の曲に。ありがとう、本当に。じゃあ一回ね、預けていただいてはい、じゃあ次の曲に行きましょう。
てファニコンというアプリでいいね対決をしてます。今、アングリッド2位で、1位も目指してずっと頑張ってて、今日の夜の10時からみさとちゃんが配信してくれるので、よかったら入会してくださると嬉しいです。よろしくお願いします。お願いします。みんな返事は？します。聞こえないんだけど。いやじゃあ最後の曲に行きたいと思います。ドリアン少年。待ってます。